かしいなと思って考えたんです。ご注意だからさ。こっちはこっちは正しい。もう間違えた。なんで？それすごいな、ね、進まなかったですよ。確かに。で、急にこのこういうコンピューターダイブテーブルの併用してもらって、減少リスクを下げてもらって、さらにリスク軽減するためにうちでいろんなことをお話ししてます。まず一つ、まず水分補給。はい、たくさんしてますか？まあ、おしっこが心配で、あんまり飲んでないですね。でも飲んでください。はい、もう上がってきて慌ててトイレ行くのもいいです。はい、この中の空気ってすごい乾燥してるんですね。湿度で言えばもう一桁台の湿度しか入ってないんですよ。だから結構喉とか乾きますよね。潜ってて乾かないですか？あんま乾かないんでいいです。でも結構呼吸すると水分奪われてるので、だんだん潜った間に血液がドロドロになってくるんですよ。でなるべく水分補給をしてもらった方がより血が流れるので。